ボンボン研究所、あつさちあちです。こんにちは、えっちゃんです。ボンボン研究所といえばスライム、ドライアイス、グミ。はい、その通りなんですけれど、はい、今回はね、ボンボン研究所といえば、はい、グミなので、はい、今回はずっとやってみたかったゼリーからグミを作るっていうね、やり方をやってみたいと思います。新しいですね。材料はこちら、ゼリー、型、以上です。このゼリーは、はい、うん、私たちがいつも作るゼリーっていうのはゼラチンだけなんだけれど、まあ、少し水飴なんかいろんなものが入っていて、これをね、沸騰させて濃縮させると、本当のあのちょっと弾力のあるグミができるんです。まさかって思うでしょ。だから今回はこれを使って作ってみようと思います。はい、やり方はとっても簡単です。まずゼリーを鍋の中に出します。そして弱火にかけます。こんな感じでね、溶けてきますね。はい、こんな感じで溶けてね、液体になりました。そしたらこれがね、半分ぐらいの量になるまでずっと弱火で煮ていきます。はい、だいぶなんか粘り気がちょっと出てきて、量も半分ぐらいに減ったと思います。これをお好きな型に入れて冷やすだけです。何食か作って冷蔵庫に入れてみましょう。せっかくなので巨大グミも作りたいと思うので、このゼリーをたくさん入れて濃縮してちょっと大きいグミも作ってみたいと思います。そしてまた火にかけていきます。ひたすらひたすら煮て濃縮させていきたいと思います。せっかくなのでこの着色料で色もつけたいと思います。着色料のスプーン1杯入れます。そして混ぜる。いちごっぽいね。はい、こんなに濃縮されました。もう見るからにね、ドロッとしてちょっと違うんじゃないですか。これを火を止めてこちらの入れ物に流し込んでいきたいと思います。もうグミ感若干ありますけど、この巨大なグミの元が入った器を冷蔵庫に入れて冷やします。はい、冷やして固めて型から出したのがこちら。おー、プルプルな感じ。グミやん。おお、グミ。もうゼリーではないよね、うん、ちょっと食べてみようか。はいはい、それではこのグミを食べてみたいと思います。いただきます。うん、グミや。グミや、グミっぽい。なんかいつもの作ってるゼラチンのグミと全然違う、うん、他にも食べていい？これうん、ちょっと分厚くなっちゃったやつ、ゼリー感がまだ残ってるね。これはもう煮詰め足りない。うん、でも美味しい。あー、でも食感はね、グミっぽいね。味がしっかりしてるね。そりゃね、うん、ゼリー自体美味しいゼリーだからね、うん、ということで、はい、あとは巨大グミの方なんですけれど、なるほど、開けていきたいと思います。はいはい、それではこちら、でかっ、でかい、手と同じくらい。ほんとだね、すごいすごいすごい。グミケーキやないかい。そうだね、グミケーキが完成したね、うん、よいしょ。わー、じゃーん、うわー、でかい。はい、じゃーん、巨大グミ完成です。でかい。初めてこんなでっかいグミ見たかもしれない。しかもゼラチンだけのグミと違ってちゃんとしたグミなはずです。一旦ね、これね、切って食べてみましょう。おい、おお、ちょっとさ、ちっちゃいさ、ハートのやつ乗せたらさ、顔みたいになったよね。かわいい、かわいい。ちぎって食べよっか、はい、そうだね、ね、斬新な感じだけど、うん、ちぎりまーす。やめてー。あ、待って待って、え、ちぎれない。マジで言ってる？あのペットボトルグミのボリンって感じがない。ボリンって感じがない。弾力がある。え、マジで？ちょっと包丁、包丁取ってこい。ほんと？ということで、ちょっと包丁でね、切っていきましょうか。はい、サクッ。うわー、はい、グミケーキと言っても過言ではないんじゃないですか、はい、じゃあいただきます。うい、やばい、見てこれ、ブルンブルンよ。ブルンブルンだね。食べてみましょうか。はい、いただきます。いただきます。うん、グミ！おぉ、ゼラチンで作るやつ全然違う。全然違う。これぞグミだよね。うわー、グミだわ。え、感動。うまい。なんか理想のグミだよ、これ。理想の巨大グミですよ。え、普通にうまい。うん。もう一個食べる。うん。ということで、はい、皆さんぜひこの巨大グミ作ってみてください。ということで、この動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またねー。